50キログラム契約の奥村雅史対ルカ・チェケッティの一戦です。解説は雅人さん、そして井ノ口彩子さんも実況席にお越しいただいています。お二方よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて雅人さんからまずこの試合の、注目楽しみなところをお願いします。チェケッティ、どう見ても体から見てもですね、フィジカルの強そうな体をしてるなと思うんですけどね、クルムラもこうスピードがあってですね、最近はこう一発で倒せるパンチとカウンター持ってるんですよね、カウンターのパンチを。攻撃がはまるか。さあ1ラウンド始まりました。まずはミドルから打っていきました。赤いグローブをつけているのがクルムラです。青いグローブがチェケッティ、サウスポーストレイ。猪口さんからこの試合どのあたり楽しみにしていらっしゃいますか。やっぱりその K-1 の中心のね、クルムラ選手と海外の強豪との戦い、今年 K-1 が世界に羽ばたく中でやっぱりすごく注目の試合でした。そうですね、プレッシャーをかけていっているのはクムラの方。クムラのプレッシャー強いですね、ちょっとずつ前へ前へ。チェケッティの蹴りも重そうですね。確かに雅人さんが先ほどおっしゃった通り体すごいですね。チェケッティ減量の、軽量の時もっと細かったんですか。1日でやっぱり雅人さんあのリカバリーって大きいですね。これあとはもう体脂肪がないですからね。本当に筋肉だけですから、ね、すごい体です。同じ階級の両者なんですけれども、このクムラ選手の体つくとチェケッティのこの背中をやっぱ厚みが違いますね。さあそこがここは前蹴りが強烈。ここまでチェケッティ非常にいいキックの成績残してきていて非常に状態がいいんです。クムラいいプレッシャーかけてますねですね、お互い相打ちです。このように前に行っているのが赤いグローブのクブラのロープを背負っているのがチェゲッティになっています。ミドル今実況席の目の前です。ミノクさんの目の前ですごい音でしたね。でもクブラ選手の目がすごい強いですね。あ、ちょうど見えましたか今、はいはい、追いかける格好になっているクブラなんですが、このチェゲッティのミドルの距離、左ボディちょっと変えてきたローです。カウンターチェケッティ右フック、左のストレート。チェケッティもスピードありますね。ちょっとあの試合前の予想ではスピードクムラパワーチェケッティと言われてたんですが、速いですねチェケッティ、これは予想以上にチェケッティの速さがいい。ハイキックガード首を持ったチェケッティ、ちょっといい右のボディでしたね。左返します。右構えと左構えの両者に、なのでよく言われているのはあの後ろ手からパンチ入ると当たりやすいと言われるんですが、ボディが真っ赤になってきたチェケッティです。ミドルキックですね。うっと左オーバーハンド、怖いパンチ。クムラの雅人さん、あのボディのキックが効いてるんですか。効いてると思います ね、 赤いですね。ちょっと嫌がって一瞬聞いたと思います。そうですか。ハイ攻撃入るとこう顔にパンチとか入りやすくなりますからね。今ハイを見せました。チェケッティのハイをかわす。コーナーに迫られるとちょっとチェケッティとしても良くない状況なんで今ローイン。これです。ちょっと嫌がってますね。だいぶ赤い状況。おお、ストレート。一瞬のバランスでした。ハイキック。これを狙ってる。今のもハイキックもやっぱミドル蹴ってミドルが嫌なんでハイが入りやすくなるんですよね。なるほど。いや1ラウンド終わりました。まずはじゃあ井ノ口さん感想をいただきましょうか。いや1ラウンド目からすごいですね。なんか最初はねこう体の厚みがって言ってますけど、全然クムラ選手もめちゃくちゃ圧倒してて、すごい試合。いや雅人さん1ラウンド立ち上げこれどう見ればいいんですか今の状況は。まあでもお互いこう近い距離で距離得意な距離が一緒かなという感じがしますね。クムラのミドルはこうよく入っている有効だなというふうに思いますね。クムラの右足の放たれるミドル、これですね。このミドルがこう今あの三日月蹴りみたいなの、あの足の先で蹴ってますね。ピンポイントでレバーを蹴ってるんで、より効きやすい。なので今のハイキックも ミドルが嫌なんで、蹴りが来たら一瞬ガードがちょっと下がっちゃうんですよ、ね、はい、そうした時に上に来る。さあこれが果たして布石になるのか。いわゆる井ノ口さん今のがこう、巻き絵というか布石といって、お腹を中と見せといて上っていうのはよくあるやつなんです。なるほど、勉強になります次のラウンド見ていきます。そうですね、なんでクムラがの右ハイ来るかもしれません。2ラウンド始まりました。距離近いですね。近いですよ。ただ三日月の右のミドル、パンチか、パンチの距離もなってます。おー、危なかった。
そう、はい、当たったかと思いました。ああいう膝が当たると勝ってね、切れちゃうんで。いや、チェケティまさにこの膝も危ないんです。膝とこのミドルで勝ってきてるチェケティです。あ、まさにもあります本当そうですよね。ああ、びっくりしました。もちろんクムラも警戒はしてたんでしょうけど、ちょっと距離が近づいています今。チェケティが若干回りながら、ワンツー、チェケティのパンチです。そしてロー、今日はチェケティのミドルよりもクムラのミドルの方が目立っています。両者今反時計回りポジションを動かしながら、アングルサイル左のカウンター、入った。おっとバウンスを崩したのはチェケッティです。ミーク村を狙ってた、うん、左のミドルが右のフックという、ちょっとまた新しいバリエーションです。膝の返しながら逆に返しましたね。さっきやられましたからね。お互いに狙っています。あ、でもあの膝が入るってことはやっぱりお互い距離が近いですね。ミディだ、ミディのパンチちょっと絡んだ。水落ちのあたりです。うわー、ミディだ、ショートカウンター。パンチの距離が来た。潜ってボディがチェケッティ、左ボディでした。一応ちょっと鼻血ですもんね。そうですね、パンチでしょうか、ちょっと当たってたと思います。インドです。アングルを探りました。ちょっとだけ回答前にチェケティです。あー、カウン、タイミングどっちでした。チェケティ、クムラもあの左フックのカウンター得意なんですよね。なるほど、はい、そこも狙ってる部分もあると思います。三日月のエンジニアでレバーレバーを蹴ってますね、はい、下下にこう意識を合わせて、はい、クムラとしては本命は右に入った、それとも左アウト、左フック近いんですかね、お互い。リアングルのチェケティです。お前の方が強いぞ、マジで。そしてナイススタミナもありそうなチェケティです。2ラウンド残り20秒になりました。左のフックで右を入る、そして前蹴りちょっと当たったか顔面バンス。チェケッティの左の顔面の目の周りまでちょっと赤くなってますね。違えてますね、消えましたね。アンツルフか、ザゲリか、なんて。後ろに飛んで逃げました。チェケッティの左の目の下かな、ちょっと下ですね、ですよね、はい、カットしてますね。いわゆるまたただあの位置だったら目に入らない。あ、そうですね、目には入らないですね、はいはい。あの綺麗か、あいつの膝かな、なんだろう、結構切れてますね、うん、この膝、この膝が怖かった。クムラもギリギリでした。あ、今左ストレートが、ね、思いっきり入ってるんですよね。鼻血これですかね、もしかしたら。あ、そうかもしれないですね。仕事なども忘れて結構声出しちゃいます。もうそれでいきましょう。楽しいです、こんな近くで見れるなんて。本当にあの実況席というのは特等席と言われますけど、本当ですね、いい席だと思います。汗のしぶきまで、あの稀に血とかも飛んできてるんですよ、実況席まで。さあ3ラウンドです。ちょっとマサトさん、どっちって見方できますか。そうですね、なかなか難しいですよ ね、 すよね、はい、お互いこう決定打有効打が、そうなんですよね。3分3ラウンド、1ラウンドです。クムラの右の蹴りはいいですけどね、まあ、あの右の蹴り、はい、まあ、これですか、ね、来ましたね。ああ、やっぱり一覧の突破口になった、右の蹴り、三日月気味、やっぱりあのアイボディに蹴り入っていくと、まあ、アイスが入りやすくなってますからね。返します、チェケッティのミドルはガードします。クムラ大技を見せてきました、チェケッティ。果たして両陣営が今のポイントどう見てる。またちょっと違って今左ストレート入りましたね、同じパンチが。あれちょっと入りやすいんですかね、クムラ見にくいんでしょうね。どうしようもないんで、そうですね、膝を持ってる、ただ攻め力はないですけど、なるほど、持ってしまうとポイントに影響が出る可能性があります。ポイントから右でした、距離が近い。さあここです、クムラの練習でも本当にベタ足ですね、足を全然使わなくて、
むしろあの距離近いところは久村としても、もう待ってましたね、ところですね。距離はやりやすい距離だと思います。ただ、サースなんでね。確かに、はい。近いぞ、近いぞ。一旦アングル探って、久村。まとも技、チェケティ。残り間もなく1分45。まあでもチェケティもボディも効いてるし、顔も結構血が出てて、カットして、ダメージは感じますよね。ああいう大技できるってことはまだスタミナが残ってるってことなんですか。スタミナというか、ああいう大技出すと結構ないし、ああいう技出すときって突破口がないんで、大技で自分の突破口がないんで、これでどうだって言ってくるので、逆に苦しいときに出すと、ああ、膝が危ないね。ナイス膝、膝です。カウンターの膝、飛び入りの奥に合わせました。ステップイン、だいぶ木村がこう抜けてきましたね。ああ、そうですか、はい、どうです。このハイはしっかりガード。チェケッティが前に来ます。残り1分です。チェケッティ左ストレートノーモーションが結構当たってるんです。可能性あるかもしれません。ただ一発のパワーがチェケッティないんで。なるほど、はい、当たってるから。パンツ、このカウンターヤブ、クムラのカウンタージャブ、ナイスカウンターでしたね。今すごいですね。今もでジャブ。今相手が出てきたタイミングでカウンターなんで、いいですね。今のちょっと猪木さんがゾッとしてらっしゃったね。血が飛びます、すごく血が飛ぶんです。さあ伝えていくぞ。強引に来たチェケッティ。まさに今格闘技の醍醐味をゲストの猪木さんに味わっていただいています。リングサイドでしか見えないですね。これ血が飛ぶ、そうですね、血が飛ぶ、汗が飛ぶっていう。残り10秒です。カウンター右だった。そしてヒザだ。フルカウンター、久村見事。もう一回です、フルカウンター。さあこのラウンド若干久村がうまくやってたような印象はありますが、果たして判定はどうなるか。チェケッティは左の目の下から出血、クムラも鼻血が出ていました。1、2ラウンド、特に1ラウンド、クムラの右のミドル、印象的。判定結果をお知らせいたします。ジャッジ水谷、30対30ドロー。ドロー。ジャッジ伊藤、30対29、赤クムラ。一人クムラに入りました。ジャッジ島村、30対29、赤クムラ。以上判定に対する30対30が1人、30対29が2人、2対0勝ったのはクムラ。一人がドローと見ていました。マサトさんからこの試合感想をお願いします。いや、まあ、非常にいい試合でしたけど、まあ、なんか一つクムラダウンとかそういうのを取ったところを見たかったですね。そうですね、言えば。はい、猪木さんからもぜひ感想をお願いします。まあ、なんかこう日本の選手、K-1 のこの選手がこの海外の経験豊富な強豪に勝っていくの嬉しいですね。あ、そうですね。このイタリア名田出身のルカ・チェケッティ、本当にいろんなところで、戦って、ワンチャンピオンシップでも戦ったりしている選手になります。ここ最近はチェケッティずっと勝っていたので、久しぶりの負けに多分なると思います。大きな大会ではそういう状況。あとは、まあ、正人さん、あえてここはもうあのクムラに今後の期待、どのあたりどうすればいいというのはあるでしょうか。まあ、なんか攻撃をもうちょっとまとめてほしかったなと、倒しに行く姿勢をもう少し見たいなという感じがしました。久村としましては金子との4度目の戦いというのを本人も熱望しています。今のところ1勝2敗、久村が負け越しているという状況です。確かに正人さん、そういうライバル関係で本人が強くなるというのはよくありますね。そうですね、やっぱライバルがいるとやっぱりこう選手に負けるかというね、そういう気持ちになるので、はい、選手強くなっていきますよね。はい、まあ、選手はライバルって嫌なんですけどね。そういうものチームは、そういうものなんですね。はい、血しぶきが飛び散る、そんな試合になりました。スーパーファイト56キログラム契約の久村正志対ルカ・チェケッティ、判定となりました。2対0勝ったのは久村正志となっています。